こんにちは。シアピクリエイターで円環アドバイザーのつまきです。動物さんとの幸せ共有体験、シアズハピネスウィズアニマルズを略してシアピの楽しさと作り方をお伝えするシアピテレビ。シアピ式の動物園の楽しみ方は、飼育員さんが動物さんのためにどんな選択肢を用意したかを知ってシアピることです。ということで本日は福岡県にあります大牟田市動物園に取材に来させていただきました。ありがとうございます。そして今回はこちら、レッサーパンダさんのお宅にどんな選択肢があるのかを伺ってきました。表ももうモリモリ、これ生息地に近いそうですよ。あとバックヤードでもどんな選択肢を用意しているか教えていただきましたので、ぜひ知っていただいてシェアピッていただければと思います。すげえ、すげえ密度、すごいね、すごい最高、しびれる、探そう探そう、まいちゃん、まいちゃん、そこかって感じですよね。そこなんだ、探す楽しみがある、このちっちゃいところで。すげえな、超楽しい。探索は基本浄土の一つですからね、探せる方がいいんですよ。楽しいんですよ、探すの。探し始めて人間は楽しいスイッチが入るんですよ。マイちゃん、レッサーちゃんだから、上の方が怪しいよね。怪しいよね。竹も植えたんですよ。植えたのね、竹ね。これ現地に近い、前より現地見た感じとして環境的にですか、うん、そうですね、まだ足りないですね。まだ足りない、現地もっともっとある。あ、そうなんだな。竹をもっと増やしたい、竹を増やしたい。現地見た人の話だもんな。これそうか、こんなに現地ってモリモリしてるんだ、うん、もっともっとなんだ。かき分けないといけないぐらい。あ、それぐらい。妹も使えるんだ。妹もおります。おりる、はい。あ、いた。書いてるのね、はい、足を。あそこ好きなの？あそこはまいちゃんは結構あそこにいます。まいちゃんなの。すごいね、これだけ木があってそこにいるって。木しか見てなかった。ね、選べるって素晴らしい。あの上にフィーダー置いたりもするんで。揺れるの、あれ。揺れます。揺れて平気なんだ。全然、だってもう揺れる枝を渡ってるぐらいなんで。本来。そうすると体幹が鍛えられそうだよね。レンくんの枝？夜間はここはレン君で、うん、ここがマイとレイが交互に使って、ここレン君。ああ、通しでレン君なんだ。厚い枝組みがしてあるよ。レッサーさんの室内ですね。うん、どこで寝るんだ。だいたい下で寝てることが多いかな。下で寝る。で、三角形のところ。へえ。この力作には寝てくんないの。レン君はあんま使わないですね。レイは、うん、結構中で寝てたりすることもある。これはお皿がひっくり返らないように板にはめたの。そうです、そうです。賢いな。なるほどね。そうだよね。こうすればひっくり返らないんだよね。いやー、すごいね、枝は。これでも外から見た方が見やすいかもしれない。出たボルダリング。ボルダリング。あれ？向こうの壁だったよね。どっちもつけてます。増えた。ボルダリング。どうやって作るんですか？普通に登っていきます。こうやって、はい、超かわいい。え、知らなかった。結構じゃあ筋肉が発達してる。あとまあ爪引っ掛けて。あ、うん、来た。言うても野生動物さんなのね。ウェイトも来てくれた。レン君でも年上に目はまだそんなに白濁してない。はい、全然レン君ピンピンしてます。毛、ね、も若いから、ね。レン君。いい。このウラってどのくらいの頻度で取り替える？時期にもよりますけど、うん、まあ1週間とか。ああ、そうなんだ。それは結構1週間経ってもだからね。全特化？全特化。大変だ、だって言うてもだって集めて袋に入れて捨てるとこ持ってって新しいの引くんでしょ？でも毎日その水流しするよりかは全然。なるほどね。はい、そうなの。自然物って嫌われるけど掃除は減るんだよね。全然楽ですよ、コンクリート。ね、そうなのよ。でこういうのは自分でボルトで止めるのね。そうですね。穴を開けて、はい、ボルトで止めるの。すげえな。ここは交配柵です。交配柵ですね。はい、結構知らない人に興味があるのか警戒しているのかどうするのかしら。多分ご飯かな。ご飯。ちょっと違った。ご飯かな。あ、匂いつけてね。爪切る今
カチャカチャ言うけど踏み切らないです。切らないで自然に自然に行ちゃうんだ、はい、木に登れるようにしとけば、あ、そっかそっかそっか、あんまり来ちゃってこない、ね、そうですね、自然に削れていくんで木登りしてる間、そっかそっか、